はい、本日はですね、こちらノースフェイスのマウンテンジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということでですね、マウンテンジャケット僕以前は持ってました。こちら M サイズでね、ブラックを数年前に買ったんですけども、そういや僕マウンテンジャケットめっちゃ好きで好きで、もうラオジャケットやで最強や言うて、ノースフェイス一番ええや言うてる割には1着しか持ってないからね。それあのマウンテンライトってもう一個の下の方がね、何着も買って8着ぐらい持ってるんやけど、まあやっぱラオを語る上ではもう1着いるでしょうということで、こちら2022年の、モデルを買いました。特に内容の変更はございませんけども、サイズを L サイズで購入しましたんで、まずはね着ていきたいなと思います。はい、とまあいかがでしょうか。こちら L サイズで着用してみました。あ、 L でもいい感じですね。サイズ感的にはもう一個上げてもいけそうな感じもするけど、 XL でもいけんちゃうかな。で今ねパッと見たんですけどね、あの昨年というか今までのモデルと特に変更はないです。でいうのも、まあ、当たり前だろうと思う人もいてるかもしれんけどもね、今年結構ヌプシとか、あとマウンテンライトジャケットとかってサイズ結構変わってるんですよ。だから、あ、マウンテンジャケットも変わってるんやと思ってね、ポチったらね何にも変わってない。全然変わってない、これ買う理由なかったやんと思ったんですけども、まあまあ買っちゃったからしゃあないでしょ、いいでしょ。このなんでこのカラー選んだかっていうと、本当はなんかブラウンみたいな色味あったんですよ。でそれ買おうと思ったんやけど、もう売り切れとったんでね、まあオレンジ前々からちょっと気になってたし、去年もこれ出てる色なんやけども、まあ、ちょっと一回買ってみようかなと思ってね、こちらオレンジを購入してみました。ちょっと一旦 M サイズもね着てみましょうか。 L がね一応こんな感じです。チャックもちょっと閉めますね。こんな感じでサイズ感になっております。まあまあまあジャストちょうどいい感じですね。って考えたら M はちょっとちっちゃいんかもしれないですね。ちょっと M 着てみます。でもねこれはこれでいいですわ。やっぱ M は M でいい。まあほんまジャストって感じなんですよね。別にそんなにきついとかも全くないし、まあジャスト確かに若干ちっちゃめっちゃちっちゃめかな。こうやってロンティー出てますもんね中からね。ちょっと小さいかもしれんけども、サイズがいいっていうよりかはやっぱ何回も洗濯してるからやっぱ柔らかなってるんですよね。最初やっぱ新品ちょっと硬いからねあれなんですけど、まあ、僕の身長やったらおそらく L が適正かなと思います。 M はねちょっとちっちゃいんかもしれないですけども、まあこの辺がサイズ感ということになってました。はい、それではね特徴をガッとお話していきたいなと思いますが、まずですねこちら2022年から結構ノースフェイスで値上がりしてるんですよ。だから他のねジャケットとかダウンジャケット結構全部値上がりしてるんだけども、このマウンテンジャケットはやっぱ最強やからでしょうね。これ以上もアップデートすることないっていうことで値段が据え置きになっております。そういう理念かどうかは知らんけど適当に言ってるけど、まあ、5万5000円ということで値段は据え置き、5万円の消費税ということになってるんですけども、他のマウンテンライトとかは値段も上がってるし、ちょっとサイズ変わってるけど、これに関しては特に変わってることありません。だから変わってることないから喋ることってあんまないんですよ。やけどまあパンパンパンと短くいきたいなと思います。マウンテンジャケットなんで最強なんかと、これがなんでラオウのごとく北斗の拳のラオウのごとく最強なんかっていうとですね、まずは生地ですよね。この生地っていうのが150デニールということで、ノースフェイスのマウンテンジャケットの中でも最上級に分厚い方というか厚みがあるんですよ。でデニールというとよく女性の方はねストッキングとか履いてるから馴染みあるんやけど、男性はまあデニールって言ってもあんま意味分かってないんやけども、まあ、とにかく厚みが変わってきますよと。でそれがどれぐらいの厚みなんですかっていうと、ノースフェイスのマウンテンジャケットの中ではほんま最上級ぐらいの厚みがあるから、より頑丈でよりガシガシ切れます。だから強いってことはラオウですよね。まずこれが一つで、その次にね防水防風透湿性があるこのゴアテックス博士が採用されておりますので、これでもうどんな天候でも着ていって、どんなシーンでも着用できる。だからマウンテンジャケットって最強ですよね、やっぱりラオウですよねっていうことになってるじゃないですか。でその次にねこの脇の部分のジップこうやって開けてあげると、ベンチレーションついてるので、ベンチレーションでこういう風に脇の熱を逃がしてあげるんですよ。だから自転車とか乗ってる時にキュッて開けてあげたらね、熱がしっかり逃げていくから、春先のちょっとあったかくなってきた時とかはね、これキュッて開けてあげれば中半袖とか着たらめちゃくちゃ涼しかったりするっていうところで、やっぱり最強ですよねって言ったらラオウですよね。そして次にねこういう風にリュックとか背負ってはる方って、こうリュック背負うでしょ。でリュック背負った時にまあこんな感じでね前も締めるじゃないですか。で前締めたりとかして、さらにほんまこの腰の部分とかもねやずるやつあるでしょ。で、まあ、腰は僕やらんけど、やったとしてもポケットがここやから全然腰のハーネスガチンって締めちゃってもね、ポケットへアクセスできるということで、やっぱり最強ですよねということでラオですよね。そしてですねこれ4年間着用してるんですけど、見ていただいたら分かると思いますが、ちょっともう金具の部分とかちょっとハゲてきちゃってるんですよ。でそれぐらいもう洗濯機とかでもガンガン毎回洗うし、気にせず乾燥機までぶち込んだりするんですけど、それでも全然くたることなく何年も持てるということで最強ですよね。よって異論をなしにしてラオジャケットということが命名されたわけなんですよ。でいや違うよと、これラオジャケットよりももっといい命名あるよっていう方はですね、それは僕は一切受け付けておりません。なのでね、ご自由にコメント欄に書いていただいたらいいんですけども、僕はもうラオやと思ってるからラオジャケットとこれを呼びますが、まあ、そういったところで最強ですよねというスペックになっておりました。でですねこの後いつもあのデメリットをお話してるんですけども、このジャケットに関してはデメリットっていうのが一切ございません。なので説明不要の、まあ、名作
ということになっておりますので、特に悪いとこはないと考えていただいて大丈夫かなと思います。でね、マウンテンライトと何がちゃうのってよく質問あるんやけども、全然違う。マウンテンライトのことを誰もラオウと呼ばないでしょ。なんでって言ったら最強じゃないからラオウと呼ばないんですよ。であれはもちろん優れてるジャケットやと思うんですけども、実際持ってみてください。あ、確かに生地感も違うし、まあ、なんとこのパッと持った時の高級感もちょっと違うねって、さすが1万5000円ぐらい高いからね、ちょっとちゃうねって絶対思いますので、ぜひぜひね、これはね1着あるといいかなと思います。で、僕に関してはね、1着しか持ってへんかったのにこんだけラオラオって散々言ってるんやけども、それぐらい1着で満足させれるんですよ。だから逆に言うと、他の色欲しくなったりとかするっていうよりかは、もうこの1着さえ持っておけばあとはもう僕いりませんと、もうこれだけで全然一緒に装填できますよって思っていただけるようなね、ジャケットになってるんじゃないかなということで、僕は1着しか持ってません。だけども逆にマウンテンライトとかっていうのは、まあもうちょっとマチ感のあるというか、もうちょっと、コスパを抑えてる感じになってるので、何着も欲しくなっちゃうんですよね。もうこれに関してはもう1着で OK、 もう1着持ってたらもうそれ以上いらないということでね、まあ、次また僕 XL サイズをね、次買ってみてサイズ比較とかしてみたいなと思うんですけども、まあ、それはまた来年でいいかなということでね、今回マウンテンジャケットのご紹介させていただきました。だからおすすめの人どんな人ですかっていうと、アウトドアとかじゃない人ですね。むしろアウトドアには向いてないので、アウトドアとかはあのコンパクトに持ち運びもできひんし、あと焚き火とかの火も弱いしっていうことなんで、意外とアウトドアっていうよりかはこう街中でより合わせやすいとか、街中でよりこう、スペックを発揮しやすいような、ね、ジャケットになってるんかなと思いますので、ぜひぜひね見ていただければいいかなと思います。いつかね、これをノースフェイスの社員の人が聞いてくれててね、この中カーとかにねキリン柄とか入れてくれてたらね、ほんまにそれあの CR 北斗の剣になってるやんって思ったりすると思うんですけども、そんなことね、ちょっと遊び心があればぜひノースフェイスの店員さんじゃなくて社員さんもね、考えていただければ嬉しいなということで、本日はですねノースフェイスのマウンテンジャケットを購入して紹介したという動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。